糸引きニスは、キスの一種。ベンガル湾岸に生息する。平たい頭と長く伸びた背びれが特徴。現地で漁獲され、食用、鑑賞用として取引される。シリジナプシス属は一重型であり、他の二属と共に、キス化を構成する。1822年、フランシス・ブキャナン・ハミルトンによって、チャイラディプタース・パニーヤスとして記載された。ホロタイプは、 ガンジスデルタさん。1861年、テオドールジルは、シノプシス・オブ・ザ・シルジェノワズの中で、キスカの分類を再編し、シリジナプシス属が創設されが区名は、シリジナプシス・パニーヤスとなった。南アジア沿岸に分布する。ポンディシェリから、コロマンデル海岸、ガンジスデルタ、ミャンマー・マレーシア、れに、インドネシアでも確認されている。沿岸の湾。 三角甲の泥底に生息する。幼魚は外敵を避けるため河川に侵入する。形態から他のキスカ魚類とはすぐに区別できる。頭部は強く立て平たし、目は非常に小さい。第1背びれは10トゲで、第2トゲの先端が長く伸びる。第2背びれは1トゲ25から27難上。尻びれは2トゲ24から27難上。 側線ウロコ数は84から90、脊椎骨数は42、44センチメートルまで成長する。他のキスカギョ類には、氷があるが、本種ではほぼ消失する。口は小さく、下顎が上顎より短く、最前方の2本の歯が、他の歯より大きい。消化管内容物の分析から、小魚、甲殻類、藻類を食べることが示された。口が小さいため、 餌の大きさは限られる。西弁ンガル州の標本から固有の消化管寄生虫、大カライニアラティをはじめとした寄生虫が発見されている。クリシュナイアによるフーグリー川三角港での耳石を用いた年齢構成調査では年2回11から2月8から9月に繁殖することが示された。稚魚はそれぞれ3から4月12月に川を遡り、 二から三ヶ月過ごす。全長百二十ミリメートルで生成熟する。ベンガル湾沿岸、フーグリー川、ガンジス川デルタなどで巨網やハイナーで漁獲される。重要種であるが現地で消費されるため海外への輸出は少ない。地魚は気水性干渉魚として取引されることもある。ありがとうございます。